中華人民共和国の河川の一覧は、中華人民共和国を流れる河川の一覧である。中国の主要河川図中華人民共和国の東部には、大規模な7つの水系、すなわち国流港、両が、海賀、甲賀、Y が、長江、玉江があり、西部にはタリム川、ヤルンツアンポ川の二大水系がある。他にもこの規模には及ばないものの、多数の海へ通じる河川。 内陸河川、国境を越える河川があるほか、京区位大運河、霊居、南水北町などの人口河川が存在する。世界にある長さ順の上位10河川のうち、複数河川の全流域を1カ国で保持するのは中国のみである。また世界的に大規模な河川を他国と共有している例が6例あり、国立港、エルティシ川、乱倉港、土港、ヤルンツアンポ川、四川川がある。 2010年から2012年にかけて中国全土で行われた推理調査によれば香港とマカオを除く中華人民共和国内で50平方キロメートル以上の流域面積を持つ河川は45,203本で総延長は150万8,500キロメートルに及ぶ各河川を河口位置の概ね北から南の順に列挙する主要支流は下流から 上流の順に記載。別名などは、内に記載。同一河川の途中で名称が変わる場合は、タイで区切って記載している。は、中国国内を流れないが国境付近のため、便宜上記載した河川。なお、香港の河川については、香港の河川の一覧を参照。アムール川流域図都湾港流路図王緑港、流路図量が流域図海が流域図港が流が流域図。 ワイが流域図超高流域図横、周辺図観光流域図同定湖流域図向流域図下両校、流域図民交流域図、近西流域図宮尾校流域図貧交流域図、玉井流域図本川流域図メコン川流路図、サルイン川流路図イヤワディ川流域図、ブラマプトラ川、ガンジス川流域図インダス川流域図帯川、エルキシ川流域図入川流域図タリム川流域図、 南渡る港を起点に、時計回りに記載、計食いたい運河と、ありがとうございます。